ハワード・ポール・ドナルドは、イギリス、ランカシャー出身の歌手、作詞作曲家、ドラマー、ピアニスト、ダンサー、DJ、ハウスミュージックプロデューサー。イギリスの男性グループテイク・ザットのメンバーで、同じくメンバーのジェイソン・オレンジと共に、バンドのコレオングラファーを務めている。1995年の大ヒット曲、Never Forget のリードボーカルを務めた。画家として活動しながら、 ジェイソン・オレンジとストリートビットというダンスユニットを組んでいた。そして音楽プロデューサーのナイジェル・マーティン・スミスによるゲイリー・バーローと共に活動するバックダンサー募集オーディションに参加。二人とも採用されテイクザットが結成される。テイクザットは1996年に解散。解散後は作詞家やソロ活動をしてどうにか音楽業界に留まりたく。 シングルスピークウィズアウトワーズをレコーディングしたが発売されなかった。最終的にはクラブの DJ として成功した。現在もヨーロッパのクラブを中心に活動している。2005年に ITV でその解散10周年を記念して彼らのドキュメンタリー番組テイクザット・ォーザレコードが放送された。そこでドナルドは当時メンバーとマネージャーが解散に賛成し、 それにひどく落ち込みてムズ側に飛び込もうとして自殺を図ったと告白。2006年、Take That はベストアルバムの発売に伴い最後のツアーと題したツアーライブインマンチェスターを決行。2006年には11年ぶりのアルバムビューティフルワールドをリリース。このアルバムに収録されているビューティフルワールドとマンキュニアンウェイの2曲でドナルドはリードボーカルを務めている。 2010年に発売されたシングルキッズのリミックスを担当。B 面にリベンジオブザキッズのタイトルで収録された。10年間のテイクザットの解散中、DJHD の名で DJ 活動していた。現在もテイクザットのコンサートツアーがない時期に活動している。専門はシカゴハウス。ビューティフルワールドツアー2007の最中にステージ上で パフォーマンスに失敗し配を潰し、2日間の入院生活をした。手術後しばらくの間ツアーには帯同したがステージに上がることはできず、テイクザットは3人でパフォーマンスをすることになった。最終的に12日後にコンサートに復帰した。イギリス人の恋人ビクトリアとの間に、グレース、ドイツ人の恋人マリーとの間にローラという2人の娘を持つ父親である。 マリーとは2009年に分かれている。喫煙者であったが、ビューティフルワールドツアーの前に禁煙している。現在まで続いているかどうかは不明。2007年に、大麻の使用を合法化すべきだと主張し、論争の的となった。彼曰く、多くの人が酔っ払うためではなく薬で肺になるために、外出すれば、喧嘩も問題も暴力も少なくなるだろうとのこと。また以前に、 エクスタシー中毒だったことも認めている。2010年、2000年から2008年までの間、公私ともに関係のあった恋人であるミュージシャンやダキニ・アントゥーリーに関しての調査しとめ措置を出した。これは、イギリス独自の法律で、報道機関に対し要求した内容の報道をすべて差し止め、さらに差し止めた事実も公表してはいけないというもので、プライバシー保護を目的としている。 アントゥーリーが著名な宣伝人、マックス・クリフォードと婚約し、当時盗聴疑惑があり、悪名高かったタブロイド氏、ニュース・オブ・ザ・ワールドと彼女が関係を持とうとしていた、ために差し止め措置を求めたものである。公的な関係についての差し止めは2010年11月に解除を認めた。一連の事例は、調査し止め措置の裁判の先例になったと、法律家たちに見られている。ハワード・ドナルド。 S エスカンナビスキャンペーンボストングローブノーベンバー23二007リリーブドゴフェブラリー2010テイクザットスターハワードドナルドエ S リーガルファイト2サイレンス X リビールドアズスーパーインジャンクションリフテッドデイリーメール UK 16ノーベンバー2010リリーブド16ノーベンバー2010ありがとうございます